はい、まかちゃんです。えー、今回ですね、まずはあの、全世界の銀行ですね。あの、銀行の停止、これが今、大規模で、えー、起きてまして、まあ、日本も含めてですよね。あの、水穂銀行も、あの、かなりシステム紹介や言って、なんぼほど止まんねー言って、まあ、そういうことがありますけども、これ日本だけがなくて、全世界で、今現、こういう現状が起きてます。ちょっと記事を、えー、お伝えします。次は、ビーデンですね、ビーデン。えー、ビーデンが今日ね、すごい意味深な発言をしてます。そのあたりの記事を、えー、お伝えします。で次 トラさんね、トラさん。トラさんがテキサスですね。もうテキサスはトラさん陣営の、ところになるんですけども、正式にあの、監査ですね、監査。あの、あれをやっていきますわ、言うて、え、そういうことが動き出しました。 で、最後にあの、国家のね、反のあの、逆のあの、罪です。えー、それでね、タイの方、えー、これが始まったっていう記事が、えー、ありましたので、えー、お伝えしていきたいと思います。まず銀行ですね。銀行が世界中で大規模な停止。これがね、起こってるようなんですよね。そもそもあの銀行が停止するどういうことやねんと。何停止しとんねんってね、やっぱそれは一大事になりますからね。 イメージでは銀行っていうのはかなりこう強固な、えー、イメージは持ってるんですが、それがね、最近崩れ出してると。まあそういう記事ですね。一旦お伝えします。まず今現時点で分かっているのが6カ国ですね。6カ国でそういうなかも多発してると。言ったらもうその5つの大陸でもうそういうことが起きるってことですよね。まずはあの、ニュージーランドです。ニュージーランドでは現在、全国的な封鎖の7週目になり、国内最大の銀行の一つである、キビバンクってのがある あるらしいんですけども、も、えー、そこはもう火曜日にはも倒産してしもてるともうなくなってもてる言うて、えー、そういうことがあったようです。で、ニュージーランドの3番目に大きい。インターネットプロバイダーに対する ddos 攻撃が。 二つの大手銀行が、あの、停止したということが、過去三週間続けてそういうのも起きてるっていうことですので、だからそれなりに結構なダメージというか、まあ動きというか、まあそういうのがあるようですね。で、ここ数週間、銀行システム内で大規模な停止が発生したのは、ニュージーランドだけではありません。他の国にはイギリス、日本、南アフリカ、ベネズエラ、メキシコ、このあたりが含まれるっていうことですが、これ以上のことが今でも起きてると、今現時点分かってると 名刺ということだけでそういうところがあるようですね。で、記事の内容のざっくり言うと、もうサイバーの攻撃。もうこれが全世界でヤバいんですと。 それに耐えることができてませんよっていうのが言われてるんですけども、ほんまにそれだけかっていう話ですよね。まあ、日本でもね、水尾さんが結構なシステムトラブルや言うて言われてますけども、システムトラブル起きすぎやっていうね、何ぼほど止まんねんっていうのがね、多発してますからね、今。まあ、記事の方ではこれからもこういうのが増えてくるだろうと、まあそういうふうに言われておりますので、ちょっとこのあたりはなんとか C 案件ですね、お伝えさせてもらいました。 次はビデンですね。今日ね、ビデンがね、めちゃくちゃ意味深なことを言いまして、 まず何が起こったかざっくり言うと、あの民主党のあの予算関係でね、今、わちゃわちゃやってるんですけども、まあそれに対し、ビヨンデがパーッと歩いてます、え、記者の方が、あの、質問します、え、ビヨンデさんこれどないですかですかってこう質問しようとして、ビヨンデも調子乗ってほんなら答えようかってしたんですけども、え、その時に、え、もう答えんな言うて、え、スタッフの方に止められるって何やったんねんアホか言うて、一国のえトップの方がコメント とすらできへん状態になっていると、もうね、何やっとんねえ案件ですよね。ちょっと記事紹介します。ビ、え、リーは金曜日の午後にキャピトルヒルのスクランブルをかけ、現在ハウスに残っている1 0.2兆ドルのインフラストラクチャー法案について話し合うことを余儀なくされました。ビーンデンは会議に入るときに一人じゃなくて、えー、横にペロシがおったんですよね。ペロシとビヨンデンがビヨーって歩いてきたって時に、えー、ビヨンデンがペロシの手をなぜか掴み出すっていうね何やったんやて、まあ。手を掴むのは全然いいんですけども掴みながら記者の前をこう歩くときにそれは記者の前に来てるわけですからもうビヨンデンさんどんだけビヨンビヨンするんですか。 <笑><笑>まあ、いろんなけど、あのー、まあ、法案のこともね、えー、聞いたんですが、ビ B で一旦答えようとするんです。まあ、答えようと、まあ、発言もしてるんですけども、えー、ペロシは横ではよ、こっち来いや、言ってもうね、もう、そわそわ、そわそわしてね、もう、介護か、言うて。 で、ここで、の、ちょっとだけコメントしてるんですけども、この言った言葉がね、すごい意味深でして、何言ったかっていうと、私たちはこれを成し遂げるつもりです。まあ、法案がね、うぬかなりますから、それを成し遂げますよって言いました。で、いつでも構いません。ここですね、えー、6分6日後、えー、6週間のいずれであるかは関係ありません。私たちはそれを、えー、成し遂げますって言いました。なんでここで666の数字が出てくんねんだこれね、まあ、 ま、そのね、都市伝説の方、好きな方は、あの、6、6、6っていう数字は、あの、わかるかと思うんですけども、普通のキリのいい数字を言うんであれば、10分後とかね、10日後とか、1ヶ月後とか、そうやって言うんやったらまだわかるんですけども、え、6分6日、6週間も絶対言いませんからね、1週間7日やのに6、6、六日後とか、だったらもう6週間でも先噛んでもう出ますからね、日頃6週間言えへんかも、6週間も6に言えへんぐらいのレベル やのに謎にね。そんな言い方をしたんですよね。で、ビーデンはそこで続いてお話ししようとしてるんですけどもその彼の発言の終わりにビーデンはスタッフから質問を受けること申し出ました。彼の側近が飛び込んで、彼を止めたと何止められとんね。やほんま言うてこいつはもうこれ以上喋らっしゃあかん言うてね。スタッフがね。気付こうて止め出すっていうねそんなこともあったみたいですね。もうビーデンはね。もうとうとうろくに話すことすら。 え、許されへん現状になったっていうね。なんでトップやっとんねんでね、思いますけどね。で、そのビヨンデン陣営なんですけども、結構ね、やっぱり偏ってるんですよね。あの、カリフォルニア州の知事、え、ニューサムさんですね。あの、一旦リコールされて、あの、あいつはもうちょっとあかんやろ、もうちょっともうちゃうやつ出てこいやー、言うて出てこいやー、言うて、まあ、そんなことがあって、千の京サイドやったんですけども、え、悪い行い、多分、洋産やったんでしょうね。ヨウさんやって、ニューサムさん、え 持ってきてるんですけども、今日何言ったかっていうと、全米初であのムニアチン関係ですね。ムニアチンを、えー、児童全生徒もう義務ですと、もう全員打ちなさいいうってそういうことを発表しました。いやこの発表自体も結構偏ってますよね。まあ歌うえへんはもう自由やと思うんですけども、えー、歌うんともで、ね、学校にこやんでいいですからね言ってねそんなこと言い出したら。 勉強したくてもできへん子とかね、生徒が出てくると思いますので、それはちょっとまたちゃうんちゃいますかと、まあ、そんな風に思うんですよね。で、こカリフォルニア州全体で、そういう風なことを発表してますので、かなりの人数が、あのー、対象になってくると思いますので、まあ、これは大きな反発が今、あ起きてるっていうことで、一応その、来年の1月以降の実地を目指すって言ってるんですけども、お前も1月に折れんのかっていう話、 で,すよね、で、このカリフォルニアで言うと、あの、民主党のもう言ったら最大基盤の州になるわけですから、ビヨンデン陣営が、え、要さおるはずなんですが、え、カリフォルニア市は今現在、え、最も脱出する、え、多い州になりました。ほか言うて、それはもう脱出するっちゅう話ですよね。だからまたこれを受けてですね、え、ニュースサムさん、え、再度もこれ全米初になると思うんですけども、え、再度リコールされてまうっていうね、もうそれはそれでも 面白いことあるんかなとは思うんですけども。 まあ変な知事になってしまうと、えー、大変ですよね。その州になってしまうとね。次はトラさんですね。トラさんがまだのテキサスの方になるんですけども、あの、きっちりした監査。あの、トラさんの不正名の方で、あの、アボット知事にも監査せえと、えー、それ動きやりなさいよって言ってたんですが、一旦はその監査4州、4、4 4つの軍で、あの、監査しますって始めてます。で、ただ、それはちょっと弱いと、あの、強力なやつ、これをきっちりやりなさいっていうことで、 そのきっちりした強力なやつが始まると、えー、そういうことがありました。一旦記事紹介します。テキサス州の方では、トラさんが勝ってます。勝利したテキサスの方でも、監査の実地を要請すると、テキサス州での協力かつ本物の法廷監査に向けた、新たに、新たな転換について、トラさんが声明を発表しました。その内容が、愛国者たちがテキサス州の監査法案を進めると聞きました。テキサス州上院議員のポール・ベッテン・コートさんが、 要因法案47号を提出しました。この法案は、テキサス州民が2020年のあの時の件の悪い行い、トラさん対、A、B での悪い行いですよね。それについて、州務長官のオフィスでゆっくりと行われているリスクを制限するような弱い監査ではなく、協力で本物の法定監査を開始する権限を与えるものになりますと。だから、今やってるものはちょっと弱いけども、 ちゃんとした強力なやつをやると、そういう法案を提出しました。で、このダン・パトリック副知事は、この法案をその日のうちに、ステイト・アフィリーズ・コミッティに送り、コミッティにあってんかどうかわかりませんけども、上院でもすぐに通過するはずやと。だから、一旦法案提出しても、これも間違いなく通るやろうということですよね。だから、きっちりした、あの、法定監査が始まると、まあ、そういうことですよね。で、このままこの動きを続けて、この法案をゴールに到達させます。 この監査法案を通過させることは、テキサスにとって大きな勝利となるでしょうと、だからトラさんは、あのテキサスでは勝ってるんですけども、でも実際、悪い行いがありましたから <laughs>、まあ、あったっていうふうに分かってるんでしょうね、だから悪いことは悪いと、もうそれを明らかにすることが、えー、一つの勝利やと、まあ、悪いことをやってたということは、あっち側がね、あの潰れてしまうということになってくるでしょうから、まあ、そういうことをやった上で、えー、完全勝利をトラさん、目指しているということですよね。 まあこれはね、ぜひやってほしいことやと思います。最後に、あのね、こういうふうに悪い行いやったら、反の逆の罪、これになります。で、あのアメリカではもう、これをもう、うさんやってるか、はよやってまいやーって動きなんですけども、えー、や先にやったのがロシアです、ロシア。 国家の反の逆の罪。これで、とうとう捕まりました。一旦記事紹介します。ロシアのトップサイバーセキュリティ企業の一つが、国家の反の逆の罪の疑いで拘束されました。モスクワの裁判所は、35歳のイルヤ・サチョコフを2ヶ月間交流するよう命じたと述べましたが、容疑の詳細については現時点では明らかにはなってません。イルヤ・サチョコフ、いるかいらんかどっちやねんと。 名前のないセキュリティ筋はサチョコフ氏が外国の諜報機関に秘密の情報を渡すことを否定したと国営通信社のタス通信が語っていますいろいろこっそり海外とのやり取りで悪いことを要請やっとったんでしょうねでサチョコフさんは以前彼の業績に対してロシア大統領から授与されたっていうことですのでだから結構名前のある方のようですね大統領が直々になんか表彰されて いる方方みたでですのでそのそが捕まってしまうっていうね相当なことやと思うんですけども彼の会社であるグループ IB はサイバーの攻撃の検出と防止を専門としており国際警察機関であるインターポールを含むグローバルなクライアントペースを持っていますだから結構世界的にも有名な会社のまあトップなんでしょうね そのグループ、グループ IB は、モスクワの事務所が火曜日に捜索されましたが、その理由は明らかではないと言われてます。で、ロシアの方での、あのー、国家の反の逆の罪、これは通常分類とされているようでして、最高20年のそういう刑が、えー、課せられるようです。えー、短いな。<laughs> 国家の反の逆の罪で最高20年ということですので、ちょっとアメリカとは違うみたいです ね、アメリカの方ではね、えー、反の逆の罪はもう最高のね、悪い行いの刑、えー、になると思いますので、そのあたりはロシアとアメリカでは違うようなんですけども、今日何が言いたかっていうと、このグループ IB っていうのが、そのサイバー的なことで、えー、まあ、専門家かどうかわかりませんけども、いろいろ外国とつながって、えー、予算なんかわちゃわちゃやっとったんでしょうね。で、わちゃわちゃやってんのおかしいんちゃいますかっていうことで、えー え、ロシアの、ま、いわプーチンさんですよね。プーチンさんが表彰している人、会社に対して、え、捕まえたっていうことが出てきたっていうことはかなり、これ大きい記事やなとは思います。じゃあ今、現時点で、え、アメリカの方ではどないですかと、悪い行いあったんですかっていうことですよね。サイバー的なこともそうですし、え、トラさん対ビヨンでの戦いの中で、あの、神自体の悪い行いはありました。感謝しました。 わかりました次の出てくる内容で言うとサイバー的なとこですよねあの D の機器の円の核の操作これはあったんですかとありましたから間違いなくあ ななのので、ででそそ行い自体で捕ままる伏線とかね、ね。んん風には思ってしまうんですよ、ね、一応、プーチンさんの側近であるドミトリー・スコフさんっていう方が、あの、水曜日に、クレムリンに事件の詳細はないですよっていう、まあ、記者の方に、えー、答えてはいるんですけども、まあ、こういう行いがアメリカの方でも始まったら、またこれ、えらいことになってきますからね。まだこの後の記事はですね、別かり次第お伝えしたいと思います。えー、ぜひ皆さん、えー、グッドボタン、高評価、よろしくお願いします。 お願いします。また新しい情報なしならお伝えしたいと思いますの、ね、で、よろしくお願いします。以上でございます。